おやおや、今回は随分派手だな。この腕合金か？俺みたいだ、かわいそうに。ルチル、外出ても？あ、先生の言うことを聞いてるか？あまり。悪い子だな。多分。例えば、俺はルチルに俺のパズルを諦めてほしいと思ったら、楽させてやりたいんだ。清く正しい本当が辺り一面を傷つけ、全く予想外に変貌させるかもしれない。だから冷静に、慎重に。